日本北海道札幌市手稲区、西宮野沢西宮野沢は北海道札幌市手稲区にある地名。もともと一つの地域であった宮野沢とは北海道道128号札幌北広島環状線を挟んで接している。札幌市北西部手稲市街地の最南端にあり西区に隣接している。国道古豪の両側に広がる地域である。 1871年、仙台白石藩の藩士たちが北海道に集団移住し、白石村の基礎を作った。しかし、翌1872年、三木勤が率いる52個241名は、再移住を試み、ハッサム村に入植。これを機に分尊が行われて、手根村が誕生した。彼らは、中の川の騒ぎに上、え、テ神社の前身となる少主を祭り、 その周辺は、宮の沢と呼ばれるようになった。宮の沢の北西部は、追い分けと呼ばれていた。1869年に開拓士が、馬の放牧地を設け、馬を追い分けた場所だからである。追い分けには前日の白石藩士たちの来訪以前から、アイヌを含む居住者が何人かいたと言われるが、当時は、鶴の産卵地であったというほど手つかずのゲニアと森林が広がっていた。 その後も1883年の山口県人10個の入植以外には大規模な開墾もなく発展を重ねていく近隣の立地域からは取り残されがちな傾向があった。しかし1967年3月の札幌市との合併から10年を経る頃には宅地化が急速に進行した。西区からテイ区の分区が行われた1989年。 それまでの手稲宮の沢という町名は廃止され、西区側は宮の沢となり、手稲区側となった地域は西宮の沢となった。地域の宅地化が完了した21世紀初頭でも、西宮の沢周辺には、大岩ケツや大岩ケ川のように米を止める事物が見受けられる。北海道旅客鉄道の函館本線が、地区の北部を走るが、地区内に駅はない。 国海道新幹線が札幌駅まで延伸した際には、地区内の地下を走る予定である。札幌市、人口統計。札幌市、2020年12月12日閲覧。総務省、総合通信基盤局電気通信事業部電気、通信技術システム化番号企画室。市外局番の一覧。総務省、P1、2016年5月4日閲覧。 AB、札幌地名校、P124 に AB 片岡2012、P322、札幌地名校、ピアニッシ百124から125ハット AB、C、札幌地名校、P125 札幌市廃止町名札幌市、手稲区手稲の町の案内版。ありがとうございます。